けてみよう。上出来だ。私たちの勝ちよ。あんなに美しい場所だったのに。おお、ベロニカ、お二人とも気を落とさんでくだされ。ベロニカとセーニャは、おお、おお、セーニャ、もしか、お父様、お母様、セーニャ、おお、セーニャ、ベロニカは、ベロニカはどうした？え、そんな、てっきりお姉様は。いえ、やはりお姉様はこの近くにいるはずですわ。双子の勘ってやつか。この感じ、お姉様のものです。行ってみましょう。
な、ここにベロニカがいるのか？どこにも見当たらないぜ。ここは子供の時から私とお姉様がよく一緒に遊んでいた場所なんです。ここにいると思ったのですが。お姉様、お姉様、どこにいるのですか？あら、お姉様、こんなところにいらしたのですね。起きてください、お姉様、風邪をひいてしまいますわ。お姉様、どうしてしまったの？お姉様の杖が光っている。それから勇者の紋章も。お願いです、こちらの杖に触れてみてください。お姉様、私たちを助けるために。ベロニカちゃん、あなた最後の力を振り絞って私たちのことを。くそ、ベロニカ。若い者ばかり死に急ぎよって。お姉様はもう
何もいないのですね。これがお姉様の選んだことなら、私は全てを受け止め、お父様とお母様と。世界中の命の象徴たる命の胎児よ、このラムダの地で生まれた我願わくば双剣の姉妹の片刃ベロニカの魂が帰るべき場所、命の胎児。皆様、本日は私の姉ベロニカのためにお集まりくださり、姉は世界中の命を救うために己の身を顧みず最後まで勇者様を守り抜きました。皆様、命の大樹のところへ召される魂のため、どうか髪を一房せ。ベロニカ、ベロニカ、こんなわけ。セーニャはしっかりしたもんだけど、ご両親のあの悲しみをときたら。皆様にお話があります。どうぞ大聖堂の方へお越しください。立てしてすみませんでした。実はどうしても皆様に、皆様はもしかすると古の伝承の存在、神の乗り物を求めて。このなぜそのことを。先日私は胎児の神託と思われる、その夢の中で勇者様とセーニャは何やら白く大きなものに乗って空に浮かぶ不思議な島に降り立っていました。空に浮かぶ島だって。しかしベロニカの姿だけ見えなかったので、ベロニカの嫌な予感はしていましたが、まさかこんな時にまで。ですが、夢の世界で見たその光景は、私にある神話。ケトス、天高く空を駆け巡る神の使い、聖なる調べに導かれ、勇者のもとに来る。夢に出てきたあの天の島こそ、勇者様が目指すべき地なのでしょう。そしてそこ、私は今里中の古文書をひっくり返し、
このケトスについて調べております。さあ今日はもうお疲れでしょう。皆様のために宿を用意しておりますので。この歌は、古の時代から聖地ラムダに伝わる悲しき恋の歌。死に別れた恋人を愛おしむ神語りの里に、一体誰がこのような歌を残したのか分かりませんが、私は幼い頃から、大樹が落ちたあの日からずっと、私には私とお姉様はきっと芽吹く時も散る時も同じですよね。セーニャはいつもグズだから、どうかしら。でもそうだといいわね。セーニャ、約束して。この先私の身に何かあっても一人で生きていけるって。そんな約束できません。お姉様がいなくなってしまうなんて私考えられませんわ。私はずっと後悔していました。あの時約束していればお姉様も安心して天に召されたのではないかと。お姉様の言う通り、私はグズだったんです。言葉や呪文を覚えるのも道を歩くのも何もかもお姉様より遅れていた。ですが、まさかこんな時にまで先に行かれてしまうなんて。ごめんなさい。少しだけ、ほんの少しだけあな
たの隣で泣かせてください。ごめんなさい、やっと心の迷いが晴れ、お姉さまが助けてくれたこの命、精一杯未来へつないでみせます。涙は見せません。さようなら。この力はもしかして、ありがとうお姉さま。もう日が昇っておりますわ。今朝長老様が宿屋にいらして、皆様をゼラ先に起きていた他の皆様はすでに山頂の方へ向かわれました。さあ私たちも参りましょう。大聖堂近くの参道を抜ければ長老、
ぞいらしてくれました。実は昨夜また夢を見ましてな。この場所は勇者の峰。かつて勇者様が邪悪の神と戦っ、ベロニカは夢の中でこの地に立って、これは賢者セニカ様が邪神を打った後に聖地ラムダに立ち寄り置いていったという笛。お守りとしてベロニカに持たせていたのですが、今朝目を覚ましたら私の枕元に置かれていたのです。もしかしたらこの笛が私たちに道を示してくれるかもしれん。はい、何も起きませんわね。ですがお姉様が夢の中で吹いていたなら必ず何か意味があるはずですわ。これはあなたがお持ちください。この光は、笛が釣り竿になったように見えるが、バカな、私は夢を見ているのか。キャー、当たりが来た。私、神の乗り物、ケトス。今、伝説が蘇りました。その笛を吹けば、神の使い。世界のどこかにある天空に浮かぶ島を探すのです。きっとそこに、勇者様、お願いいたします。諸悪の根源たる魔王オルノーがを打ち果たして。